いつ不審だなと、もう判定されて、もはや用事ではないと、自分の価値下げるというか。どうも、AK ランプ師、デイジです。今回は、脈ありか脈なしかを見極める、女のサインについてですね、セクシーモモちゃん、スペシャルゲストにですね、招いてですね、女子目線でいろいろ言ってもらいながら深掘りしていきたいと思います。これめっちゃ大事ですよね。例えばもうせっかく脈ありサインを女子がこう出しまくってる時にですね、あとはもうただホテル打診すればいいだけでも女子もさっさっさっさやってなってる時に、男は自信なくてですね、こう無駄にダラダラ時間かけて女が冷めてしまい、こいつふにゃふにゃだなともう判定されて、これやり損なうって、これもう最悪ですよね。でもそういうことあります？ちょっとセンス重いから握ってみたいに言って、ちょっとサイン出してみたけど、はい、その日はまっすぐ解散みたいなこれはもうサイン拾えてないですよね。これナンパでもこういわゆる初期差しってのが決まってですね、女がいきなりデレデレになることはあるんですよ。さっさとホテル搬送しちゃえばいいのに、ナンパ師の方がちょっとテンパっちゃってですね、変にまともになっちゃって、丁寧に接してせっかくの食いつきを冷めさせてしまうってことはあります。だからですね、この脈ありサインは絶対に拾われるようにならないとならんわけですよ。逆に脈なしサインが出てる時には変に粘らん方がいいです。食いついてない女に張り付いてもですね、たかられて金と時間を奪われた上に自分の価値下げるというか、惨めになって自信を失うわけですね。脈ないと分かったらさっさと切り上げる。するとですね、あれ私の方がちょっと切られたみたいになってるんだけどみたいな感じでですね、女子がちょっと不安になったりしてね、だんだんやつのことがちょっと気になりだして食いつきがちょっと上がるってことは可能性として起こりうるんですよ。脈ないなって思ったらさっさと引くっていうことが大事なんですね。そういうのあります？なんかこいつ全然ねえなって思ったけど、急にそっけなくされて、あれみたいな。確かにずっと話しかけてこられたの、急にいなくなるとちょっとやっぱ後ろ向きたくなるこれはやっぱり変に粘るよりもさっさと引くっていうのもこれ大事です。引き際もこれをできるようになるには、脈ありサインと脈なしサインについてですね、こう拾えるようにならなきゃいけないので、これをちょっと細かく掘り下げようと思います。最後まで見ないと一生女の脈を見逃してワンチャンを逃し続ける人生を歩むことになりますよ。しくよろー。はい、では早速なんですけど、まずこれ脈ねえなっていうですね、女の特徴をですね、いくつか列挙していきたいと思います。もう分かりやすいよ、もうしょっちゅうスマホ見てる。時間見てますよね。時間見てるともはや用事ではないと用事ではない。もうこれはもうあかんですね。もう1対1で会ってんのに、もうこれもう舐められてますよ。もう本当に諦めないスマホ見てメッセージ発して、もうお前つまんねえじゃんと、これもうはっきりとメッセージ出してきてるんでですね、なんか女の方が社長とかで飯も女持ちとかで向こうはスマホ見てるとかだったらそれ全然違いますけど、でもちゃんとこう男性がこうちゃんとご飯を持っててデートもセットアップしてるような回でですね、女がスマホ見まくってた、これはもうやばいっすよね。そういう時はですね、まずはめっちゃスマホ見るやんってこうちょまず軽めに指摘して、それでも続けてたらですね、もうほんともう帰るわって、もうさっさとはい閉めてですね、席立った方がいいですね。その方がですね、変にダラダラ続けるように自分の価値保てます。他にもですね、全く自己開示してこない女の方が自分の話してこないとか、なんか全然目合わねえとか、明日早いアピールとかあるんですけど、明日早いアピールとかしたりします？そうですね、なんかダラダラするの嫌だし、なんか変に夜誘われるのも嫌だから、今日ちょっと6時以降仕事があるんだよねとか言って、終わりの時間ははっきりさせたりするから、まあ変にね、ご飯行こうよと飲み一杯飲もうよってね、ダラダラ過ごされても困るしね。急に7時以降とかになるとちょっと怪しくなっちゃうなと思って、はい、お酒も入る時間になるから、あらかじめ日中だけみたいな。はいはいはい、こうやってちょっと苦戦をもう貼っとくとね、これも脈ないですね。まああと LINE も全然返さねえとか未読するとかね、いろいろちょっとあるわけです。ここら辺あったらですね、とにかく引くっていうのをやるといいです。で次はですね、逆にこれは脈ありっしょっていうですね、女のサインを上げていきたいと思うんですけど、これってでもね、ざっくり女側が無意識でやってるものと、もうほんと気づいてほしくてこう頑張って人的にサインを発してるものとかに分かれるわけですよ。他には厄介なのが、脈ありっぽいのをわざと匂わすあざとい系のやり口もあってですね、これも結構注意が必要です。でまずはですね、女が意図的に出しているサインですね、まあ、例えば今夜は返さないでアピールとか、まだ飲み足りないとか、明日朝結構
遅いんだよねみたいなことをいきなり発表してくるパターンですね。この後なんか予定あるのとか、この後何してんのとか、早いのとか、向こうからちょっとねこっちのケツをなんかちょっとオズオズと聞いてくるようなパターン、これは今夜返さないでアピールだったりします。こういうのをどうですか？そうですね、こういう分かりやすいので伝えたりもするし、あとはなんか話が盛り上がってたらちょっと場所変えてもう一軒行こうよみたいのは、あそうなのね、伝えるかな、はい、うんうんうん、はい、みたいな感じですよ。で、まあ今日夜会えないかなみたいなアピールとかね、なんか夕方頃唐突に連絡が来て急に謎の世間話を話してきたりすると、これ今夜ちょっと抱いてくんねえかなみたいなサインだったりしますし、頑張ってボディタッチしてくるとかね、これはもう明らかに意図的に発してるサインです。で、次2つ目、無意識のこう女が出してきてるようなモテますよねとか言ってきた時ってね、結構その何気なくそういうチャラい人についてきてしまってるっていうのもあるし、それを認めてる自分みたいな、今夜はちょっとやっぱりこの人にやられちゃうのかなって思いつつも、もう絶対チャラいじゃんとか言ってなんとか最後の抵抗を試みてるじゃないですけど、まあこれはちょっと無意識度高いですね。あと女子が本当に自覚してないのでちょっとくねくねするんですよ、こう髪触ったりナンパうまくいったりとか、ちょっと恥ずかしい、そうそう、なんか食らってるのをどっかに動きに逃がそうとしてるのかしらってくねくねするってパターンもあったりします。え、ももちゃんもさ、くねくねしたりする、はい、くねくねするのかな、あでもなんかちょっと限界になるとなんか変な声出ないで口を押さえてたりするはい、じゃあ次あざとい系ですね。これはですね、もう例えばボディタッチももう慣れてる、なんか筋肉すごいとかね、あと太ももにポンポンって手を置いてくるとか、これもういつもやってるやろみたいな、胸の谷間を見せつけてくるとか、もう手慣れたルーティーンとかしてるやつですね。これはもう本当にマジであざとい系のビッチだと思った方がいいですね。あとすぐやれそうな雰囲気出してくるとかね、これはねもうほぼトラップですよ、トラップ。これで男子でデデーってしてですね、分かりやすい顔すればするほどですね、向こうはですねこっから私はもったいつけて散々引っ張るぞみたいな、どんどん私の値段をつり上げてやるぞみたいな感じですね、なったりしますけど、ももちゃんはどうですか、やっぱりあのあざとい胸元をやっぱりその、やめてよ、素晴らしい胸を使ってですね、いろいろ男子をたぶらかしたりしてんでしょうか。いや、たぶらかしてるかは分かんないけど、はい、まあ、夜お仕事をねスナックで働いてたりするから、その時はあの、まあ、出せるとことしてちゃんと出しとくと、うん、あの胸元見るから、うん、あのちょっとシャイな私としては目が合わなくてちょうどいいみたいな、胸元見とけ、あそうそうそう、ここ見とけ、ここまでが顔だからなくらいな感じなるほどね、チラシというか、そうチラシとけばちょっと恥ずかしさも減る、はい、ああなるほどね、うん、という、こういう男子たちをこう蹴散らす胸元ざっくりみたいな、そうね、使い方もあるわけですね。で、このあざとい系ですけどどう攻略するかって、これ基本乗るか反るかで考えてもらえるといいんですよね。向こうがあざとい感じ出して一緒にこうニャンニャンして、こっちもなんか胸元上げたりしてこうやってちょっとな似たような感じでわちゃわちゃしつつの、急にフイってこう帰るみたいな、だ向こうのやり口をそのままこっちが使って先手を打つみたいなのをやると結構主導権奪われないで済むし、ワンチャン主導権取れるというか、あいつ他の男と違うなみたいにすることができるんで、まあ、乗るか反るかで基本考えておくといいです。あと、まあ、ちょいテクとしては元彼の話は聞いといた方がいいですね。そのあざとい系はどんな元彼になびいたのかちょっと調査しておくとよかったり、あと低層観念ですね、もうほんとガードめっちゃ実は硬かったりもするので、それともある程度いけるのかみたいな、もうちょっと調査しておくとビッチ度あざとい度が測れたりもするので、あまりにもガードが高かったらマジですぐ撤退した方がいいとかね、そういう選択も練れるのでって感じで、ここまで脈ありかなし、脈なしかの判定するための女のサインについて解説してきました。で、やっぱ女ってね、知的な感情で結構動くのでですね、やっぱり男に食いついてるピークのタイミングは絶対逃さずに、相手の出してるサインを正しく読み取ってですね、しかるべき行動も取って取るとめっちゃ大事なので、ちゃんと女のサインをしっかり拾うっていう習慣を身につけてください。いやー、
ももちゃんナンパしてですね、もう急遽3本、3発撮らさせていただきましたけど、はい、この後何してるんですか。あ、この後は特に何もない。 あのさ、ちょっとちょっともう、もう一本自分撮らなきゃいけないんだけど、うん、もうすぐ終わらすんで。まだあるの、うん、すぐ終わらすんで、その後ちょっと個人的にちょっとなんか撮らせてもらいたいとか。え、キモい、キモい、やだやだめっちゃやだそれ。キモいただきましたって感じで、え、今のは脈ありだったでしょうか、脈なしだったでしょうかって感じで、わしも脈のサイン拾ってきっちりゲットするわいって思ったら、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。あと、え、ももちゃんも脈サインの練習というのもやってくれるんですか。どうなんですかね。はい、やってくれるということなのでももちゃんに芝居てもらいたいって人は概要欄から LINE 登録して練習会にぜひ参加してみてください。はい、ありがとうございます。